はい。今日から始まる新コーナー。新コーナーなの、これは。新コーナー。そうアジュが見せます。ディズニー。アジュがいろいろ見せます。今日はディズニー編です。ディズニーの中、なんでこのテーマにしたかというと、お客さんがそのブライダルのね、ディズニーが好きな人がすごい多いなと思って。多いです。多いですよね。多いですよ。あのドレス選びとかやっぱね、ディズニーのね、ドレス選びというもん。あ、そうなんだ。高いって言った。すんごい高いって言った。そう、もう権利が乗っちゃってる。でもどうしてもそれが来たいって言って。あ、そうなんだ。たまにね、いる。へえ、やっぱりそのディズニーで指揮したいって人もいるもんね。いる。しかし知ってます、あれ。あのディズニーで結婚式するじゃないですか。私が例えばじゃディズニーで結婚します。はい。私ドナルドが好き。もうドナルド大好き。そうなの？で仮にね。ああ。そうなの。仮にね。仮にね。ドナルド大好きだとするじゃないですか。はいはいはい、で、あの式にキャラクターを呼びたい。呼ぶね。でしょ？呼んでる、来てるもん。もうドナルドに来てほしいってなって、ドナルドを呼びたいってなったらダメですって言われる。うん、なんで？ミッキーのお友達だから、まずミッキーとミニを呼んでいただいて。商売してんな。ドナルドはそれのお友達だから、あのミッキーを呼ばないとダメだから、ドナルドを呼ぶにはミッキーとミニの料金がかかるっていう。プラスドナルド。そう。あらららら、ら、まあ夢の世界だからね。そう、まあ、ね、あ、そうなんだってなっちゃうの。そうそう、それでめっちゃ怒ってて、ドナルド推しのお客さんが。それは怒るわなと思って、怒るけど、そもそもまあいいや、そうだね、好きなのもしょうがないよね、入ったことはないんですか。どこに？ディズニーのホテルに。あの撮影所？そう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 、そう。ディズニーだよね。厳しいもんね。ないです。あれはもう多分ね、あれいけんのかな、持ち込みで。いや、いけないんじゃない？ない気がする。ね。うん。うん、あのゲストで行ったことあるけど、自分がね、あ、ミラコスタの結婚式にゲスト行ったことあるけど。あるんだ。あるあるある。ない。ないとか言って。もうだからもうすごい披露宴とかもやって、すごいって。世界観すごそう。世界観というか、まあ、ディズニー好きな人はたまんないだろうね。だってミッキー、ミニー、グーフィー、あとドナルドとデイジーと、うん、あと何人がいたっけな。まあ、とりあえず前にバー来て、へぇー。めっちゃ踊ってた。踊ってた、うん、なんかさ、ドレスとかもプリンセスで選べたりするじゃん。ドレスはね、全く興味なかったから見てなかったけど。見てないんだ。もしかしたらそうかもね。旦那さんがね、王子様、シンデレラだったさ。あ、でもそれはしてなかったな。あ、してなかったんだ。うん、してなかった。普通だった。そうなんだ。選べるんだね、やっぱり。多分、タクシードだった。普通のタクシードだったよ。確か。そうそう、なんか、王子様のやつを死んで、こっちが死んでだったら、その王子様の白いやつ着なきゃいけないから。ああ、それはなかったな、多分。あったんだ。でもとにかく好きだし、あの奥さんがね。あ、そうなんだ。多い、うん。すごく多い。多いんだ。あれも多い。あの、ハワイのアウラニっていうディズニーのさ、ホテルがあるんだけど、あそこに新婚旅行行きますとか、その LA のディズニーランド行きますとかっていうの多い、すごく。すごいよね。そこまで魅了させるんだもんね。ねえ。俺ないんだよね、そういうのは。え？え？ないの？だからディズニー限らず、うん、もう絶対にこれに行きたいとか。あ、わかる。ない。ダメじゃん。いや、ない、や、別にあの、好きだよ、ディズニーランドも行くし。うん、そうそうそう、行く行く、別に行くんだけど、ハマるかって言われると、そうそうそう、そうそうそう。ハマりはしない。なんつうのかな、熱狂的なファンにはならないとか。でもそれはもう俺がそういう人だから、多分。ディズニーに限らずならないから、だから芸能人にキャーとならないし、あ、うん、うわーとなるよ。ね、お芸能人だとなるけど、追っかけになったりとか、うん、もう出るテレビ全部見るとか、うん、あ、ね、逆に羨ましいなと思う。そのディズニーだったりとかが、うん、なんかハマれるものがあるっていうのが、でも宗教みたいなもんなのかね。その心のよりどころというか分かんないけど、まあでもその好きなんだろうね。好きなんでしょ？その好きな気持ちが、うん、すごいよね。大きいんだろうね。うん、羨ましいです。ディズニーもすごいなと思うけどね。ディズニーやっぱすごいんですよ。ディズニーの中で働いてた人が、うん、まあ、知り合いというか、うん、やっぱりどこに行ってもミッキーはミッキーなんだって。あ、そうなんだ。徹底してんだね。そう、誰もミッキーの正体知らないの。へえ、いいね。下のなんか、うん、だから地下通路があるらしいんですけど、ね、うん、地下通路ですれ違う時ももう全力ミッキーなんだって。へえ。こんな感じで。すごいね。徹底してるよね。素晴らしい。で、あとなんかダンサーさんたちとかも、うん、あの、ショーが始まるじゃん。う
あのショーが始まる前に音がバーンってなってちょっとしてから来るんだけど、うん、音が鳴った瞬間に表に出てないのに踊ってんだって。自分の気持ちを上げるために踊ってるらしくて、なんかそのなんかプロ意識みたいなのがめっちゃすごいなと思って。はあ、すごいよね。それちょっと面白かったのは、うん、シンデレラとか役の人が、うん、なんか社食とか食べてるのはちょっと面白いなと思った。食べるの？まあ、それ食べるか。それ食べるか。それはね。それはまあ食べるからね。そうそう、地下通路の話聞いたことあるな。あ、そうなんだ。そう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 。すごいよね。すごいよね、ディズニーって。で、プリンセスとかは、うん、あのアメリカの人方でなんかオーディションがあって派遣されてくるの。はあ、来るわ。だから。そうそう、外人が、あ、そういうことなんだ。外人多いっていうか、まあ、外人じゃないけど多分ダメなんだと思うけど、うん、はあ、そうみたい。すごいよね、徹底してるのは。ね、ディズニーの知識は何もないからさ、俺は。映画見てないんですか？ラプンツェルは見ただけ？だけ？アニメだよね。え、最近はほら興行収入めっちゃ良かったじゃないですか、アラジン。俺？あ、そうだ。アラジンね、実写の方？実写の方。あれだから、あれ、でもアニメのが似てるよね。あ、やっぱり？うん。あ、実写を見て、ね、何人か連絡来たもん。あ、そう。うん、実写も似てるわって来た。そんなかな、うん、でもアニメのが似てるわ。あ、でもね、やっぱ人気ランキングやっぱ1位らしいね、アラジンがね。ディズニー映画の中で。あ、そうなんだ。まあ、何調べか知らないけど、前テレビ見てたまたまやってて、1位やっぱアラジンだったね。でもなんかディズニーで、その映画見た時にその光の使い方とかその画角 の、 そのあれがすごく上手だなって私は個人的に思ったんだけど、そうそうそう、またそのジブリとかとは違った結構はっきりした色味が好きだし、ジブリってどっちかっていうとこうぼやーっとした感じじゃん。そうだね。そういうのとかでなんかそういうのなんか見ちゃう。ああ、そういう目で見てなかった俺ディズニーは。おお。色も綺麗だし。ディズニーの映画ってあんま見ようと思わないんでね。好きじゃないの？でも好きじゃないことはない。見たら見るしね。でもなんかさ、まあなんていうの、ジブリとかと違うじゃん。うん、まあジブリの方が好きだね。プリンセスなんなんなんていうのこう、でもなんかメッセージ性が強いからジブリの方が。ああ、そうだね。うん。ディズニーってなんかただただじゃない、ただってしてな。とにかくハッピーじゃん。最終的に。まあ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 ね。さあ、でもアナと雪の女王見たことないからな。見た見た、2も見たよ。あ、そう、よかった。映画館ハッピーなのあれって。あれハッピー、なんかね、ファイナルファンタジーみたいだったよ。そうなんだ。最後。へえ。めっちゃかっこいいの。そうなんだ。そう。まあでもサクセスストーリー系が多いのかな。サクセスストーリー、なんか、なんつうの、うん、なんかこう、困難があって、それに立ち向かってって、まあ、それをこう乗り越えていって主人公が成長するみたいなとか、うん、その結ばれるとかっていうストーリーが多い。そうそうそう、多いよね、うん、だからディズニーってあれだよね、あのヒーローが少なくない？あー、確かに。だいたい広いんだよね。アラジンぐらいじゃない、ヒーローって。確かに男性ちょっと脇役だね。そう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 。確かに。なんかだから男性ってあんまハマんないのか。なんか多分自分になんないんだろうね。そうか、女の子は多分置き換えるじゃん。そうだね。シンデレラもそうだし、うんうん、何でもそう、ラプンツェルも多分そうだろうけど。確かに。男って途中からで、大体悪者じゃん、最初。悪者だったり。なんかね、よくわかんない設定だったりとか。確かに、ラプンツェルも盗賊だもんね。そう。アジだってさ、盗賊だね。そうそう。なんかさ、ぬすっと多いな。そう、ぬすっと多いんだよ。でもそっからだんだんね。確かに。男からしても結構本当はサクセスなんだけど、すごいんだって。あれじゃない、ミッキーがいるからさ、あんま目立っちゃいけないのか。そういうことじゃない、やっぱミッキー様が。そういうことなの。ミッキーがいるから。だからさ、ジブリだとさ、あの人気ヒーロー人気ヒロインって順位が出るんだけど、あー確かに。ミッキー、あのね、ディズニーってさ、ヒロインはあるだろうけど、確かにヒーローって言われるとなんかキャラクターになっちゃうね。プーさんとかスティッチとかなんかそういうキャラクターになっちゃう、ね、あんま出てこないんだよね。結局アラジンめちゃかっこいいんでしょうねみたいになっちゃう。まあ確かに役柄的には。なるほどね、そう言われるとそうかもしれない。そうなんですよ。うん、ね、だディズニーってそういうわざとやってるのかね。じゃない、うん、男が目立たないように。うん、なんかそんな気もするね。そうなのよって最近思ったんですよ、実は。でもインクレディブルとかミスターインクレイン見たことない。あれは家族ものだからね。あ、そうなんだ、全然見ないよ。そう言われるとやっぱディズニー
嘘、見見て。ないわ。みんな見て。いや、別に興味ないわけじゃないですよ。た だ、いや、なんか見ちゃもう、あ、なんか見ちゃうんだ。なんか見ないね。ご視聴いただきありがとうございました。LINE アットでは、集客やブランディングでうまくいくための方法などなど、フリーランスの方へのお役立ち情報を配信しております。LINE アット、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。次回もぜひご覧ください。